笑っちゃうぞ。はい、ジミさん、こんにちは、井上です。今回はあるホラーマップをね、見つけてきたんで、そちらやっていこうと思います。それではやっていこう。はい、ということでね、今回やるホラーマップはクラウス山田の呪音の説明みたいなものを見ると、教師の川添春子でいいかな、川添春子、ある日学校で自身が受け持つクラスにて一人の生徒が欠席。その生徒は虐待されているとの噂が立っていたため心配になり家に訪れてみると、ということですよね。なるほど。ということでね、結構作り込まれているストーリーだと思うんで楽しみです。ということで行っていきましょう。レッツゴー。はい、ということで、川添春子、やっと最近また今日宇都宮くん休みだったのね、プリント届けないと。なるほど。あ、先生ホラーマップは一人用ですとか、ちょっとなんか PC ハテナハテナハテナとか怖いけど、いいか。音量注意ね。これ熊鳴き村とか、お、山田の家山田ってどこにもおりそうやな。音量注意。さあ行きますか。こっちロックされている。はい、怖え。逆にこの懐中電灯をつけると怖えな。ここもロック？え？鍵は？こことか？ここっぽくない？あ、けど、カバンを取った。これでロック外れてたりしないかな？あ、外れてる。多分この緑で外れてるんだよね。え、それ合ってるね。オッケーオッケー。はい、開けます。え？あ、ライトを消す？え？待って。一人称指定になった。え？やば。これは？ライトを消す。わ、え、怖い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 。え、なに？怖い。待って。え、なに？え、怖い。え？わ、なに？え？なんかいた。え？なになに？怖い怖い怖い。え？なに？ちょ、ビビりすぎやろっちゅうね。まあまあ、そんなことあるわけないと。まあまあ、そんなあるわけないから。はいはい。野宮くん、虐待の噂が立っていたから確かめよう。確か家はこの辺だったはず。この辺だったかな？え、ここら辺？あれ？あ、ここ山田くんちかな？あれ？違う。え？あ、またあったね。この公園にある食べ物食べたいの？仕方ないな。少しだけだよ。何を言ってるんだ？まだな。回復するじゃん。はい、回復。まあ、俺の中の少しは全部って意味なんで、全部平らげちゃいましょう。はい。お、なんか、キノコちっちゃい。かわいい。もぐもぐタイム終了と。よし、食ったよ。結構食いましたよ。まあいっか。ここはさあさあ進んでいきましょう。クラウス探偵事務所入ります。あれ、ダメ、なんかいい。お、はい、じゃ、おう、来た。昨日この付近で起きた行方不明事件について。知りませんよ、そんなこと。山田店員で殺人事件が起き、山田一家が死亡。その後の調べで夫による一家中心だと判明。それ以来入居した人が行方不明になる事件が相次いでいる。怖っ。おー、びっくりした。そこの君、山田店に決して入ってはダメだぞ。社長？うっす、社長、うっす。これは殺されるな、社長に。社長、社長、ちょっと食べ過ぎじゃない？社長、結構太ってたね、社長ね。あ、でもこっちは学校だもんね。こっちか。じゃあ、うわ、めっちゃスタンプある。スタンプじゃない、スプレーか。おお、おしゃれ。俺もなんかつけとく。これ、よし。テープが邪魔で入れないな。別の入り口を探そう。おー、別の入り口。ここは入れないしね。この裏から回っていくんかな。まあ、それっぽいよね。
あ、でもこれも出れないのか。別の入り口でしょ。別の入り口はどこにあるんだ。え、いや前もあのゾンビが出てくるやつやったけど、ゾンビが出てくるやつより何倍も怖いよこれ。今回ちょっとヤバそうな感じではある。ないよな。え、山田邸取り壊し計画を読む。山田邸取り壊し実行日、作業員が事故に遭い続行不可に。その後立て続けに作業がおかしな目に、取り壊しは中止され、今もなお山田邸は存在し続けている。なるほど。ん、山田邸、山田邸じゃねえ、山田家一家中止について。2、その後夫、なんていうんだこれ、うんは変死体で発見された。怖っ。妻かや子に呪い殺されたのではと、では噂されているが、実際の死因は今もなお判明していない。怖っ。でこれ3か、あ1、1読むか。じゃあ夫うんは妻かや子と息子ビンユーで当たる、ビンユーをナイフで殺害後、熊大五郎を電子レンジで焼き殺した。え、相当やべえやつやな。え、待って、笑えないレベルで怖いんだけど。え、これでいけるとかある。ん、なんかあるわけでもないでしょ。いけた。あー、なるほど、ここにここ飛んでねみたいなことあったのか。あー、ここね。それは分かんないよ。ちょっと、なんちゃって。